ジャンヌ一世、ジャンヌ・ド・オーベルニュは、フランス国王ジャン二世の二度目の日。オーベルニュ博及び、ブローニュ博・ギヨーム十二世とエブルー博、ルイの娘マルグリット・デ・ブルーの間の一人娘で、父の死により女子相続人となった。1338年、ブルゴーニュ・コウウウード四世の息子フィリップと結婚した。この結婚のおかげで、フィリップは、オーベルニュ博の称号を得た。 フィリップは父親に先立って死去し、夫妻の一人息子フィリップが、ウルゴーニュコを継承した。1346年にフィリップと死別した後、1350年2月13日、またいとこにあたるジャンと再婚した。ジャンはベストで亡くなった、最初のヒボンネとリュクサンブールとの間に8人の子供を設けていたので、ジャンルエは男子を産むようにとの圧力は、ほとんどなかった。 ジャンとの間には、ブランシュとカトリーヌの二女が生まれたが、共に溶接した。ジャンルは1360年に、アルジー城で亡くなり、サンドニ大聖堂に埋葬された。彼女の持つ称号はフィリップへ受け継がれた。最初の夫フィリップド・ブルゴーニュとの間に一男二女を、儲けた。二人目の夫ジャン二世との間には二女を儲けた。ありがとうございます。